皆さんこんにちは、コスケです。今回はね、この CX8 のシフトノブの周りね、ここピアノブラックなんですけど、このピアノブラックがね、すごく傷つくんですよ。なのでその傷をね、まあ、少しでも抑えるために、ここにね、このガラスコーティングをねしてみようかなと。表面に薄いこうガラスコーティングをすれば傷をね防げるかもしれないと、まあそういう、あの、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあそういう気がするのでね、ちょっとやってみたいなと。すっごい細かい傷ついて、まあ、みすぼらしくなるんでね、何年も乗ると。でね、ここ乾いた布とかで拭くと、それはもうびっくりするぐらい傷がつくので、まずはね、このねカメラの埃を飛ばすものでね、表面の埃を取ります。で、いや大丈夫かな、ちょっとだけね布で汚れがあったら拭き取ってあげて。もうこれほんとね、乾いたティッシュなんかで拭いたらもうアウトですね。もうボロボロになっちゃいます。まあこんなね、腫れ物を扱うような使い方はしたくないので、まあちょっとね、ここにガラスコーティングをして、まあそれでね、傷が防げるんであればね、細かい傷が防げるんであれば、この後はあまり細かいことを気にしなくてもいいですから、ちょっとね、やってみたいと思います。このね、レオコートのガラスコーティング、まあこれを使ってね、表面を薄くね、薄くコーティングして傷を防げるものなら防ぎたいなと思って、ちょっとやってみることにします。大丈夫かな、ちょっとめちゃくちゃ心配なんですよね。失敗したらムラができてね、傷がつく波に汚くなると思うので、ちょっとすごく心配なんですが、あ、出しすぎた。これね、絶対ムラだけは作っちゃいけないと思うので、慎重にね、やっていきたいと思います。どうなるかな、これ怖いな。あ、これいいね、少し塗っては、ウエスで伸ばすという感じでやっていこうかな。そうするとうまく塗れそうな気がします。まあ、関係ないとこにねつかないように気をつけながら、よいしょ、うん、綺麗、綺麗に塗れてる。で、こんな感じでね、上背伸ばしながら表面をうっすらコーティングさせていきたいなと思います。これでね、ピアノブラックが傷つかなくなるんであれば、まあ、大発見というかね、儲けものですよね。昔からずっとこのピアノブラックの傷はね、ほんと気になってたんで、なんとかならないもんかなと。で、まだねほとんど傷ついてないんですよ。あの、しばらく購入後、しばらく最初からついてるカバーをねつけっぱなしにしていたということもあって、あんまりね傷はついてません、現状。これ結構いいんじゃないですか。これで表面に、まあ、薄い膜でもできてくれれば大成功ですよね。傷がつきにくくなるはずなので、まあ、結構ね濃いめというか厚めに塗っていきたいと思います。こんな感じでピアノブラック部分にガラスコーティングをしてみました。先週ね、プレクサスというプラスチック洗浄保護剤で傷を目立たなくする効果もあるということだったので試しに使ってみたんですが、まあ効果はね、いまいちでしたね。あのプレクサスでね、傷がかなり目立たなくなるということだったらね、そのまま使って、まあ傷が目立ってきたらそれで目立たないように処理するという方法でもいいかなと思ったんですが、
まあ、正直ね、あんまり傷も消えなかったので別の対策をしたいなということで、このねピアノブラックパーツにガラスコーティングをしてみることにしました。まあ、普通に考えれば薄いコーティングの膜ができるので多分ね傷つきにくくなるはずなんですよね。マツダだけなのか他のメーカーも同じなのか分かりませんが、このねピアノブラックパーツってね、ちょっと乾いた布でこすったりするだけですごいね細かい傷がすぐ入ります。ティッシュで拭いたらもう完全にアウトですし、窓を開けて外の細かいこう粒子 PM2.5 みたいなのが入り込んで、まあ、この上に乗るんですけど、まあ、その上からね柔らかい布で拭いてもアウトという感じですぐね傷がついてしまいます。ちなみにね、何もしないでほっとくとどうなるかというと、こういう風になりますね。これ助手席の窓を開ける部分の周りのピアノブラックなんですが、見ての通りね傷だらけです。もちろんねこれ紙やすりでこすったわけではありませんし、傷つくの分かってるので空拭きもしてないですね。妻がここに、まあ、12、3回乗ったぐらいで、まあ、多分手とか服とかをこの上に乗っけて動かしたんでしょうね。その時についた傷だと思います。これはね助手席のドアの部分なので普段から目に入るわけではないのでそんなに気になりませんが、シフトノブの周りがねこうなると見るたびにね、まあ、ちょっと残念な気持ちになってしまうので、まあ、今回ね対策をしているわけです。前回のアテンザは本当にねシフトノブ周りがボロボロ、まあ、ボロボロというかね傷だらけになって、まあ、見ててね悲しくなってしまうので、他の場所はね拭いたり綺麗にすると、まあ、ピカピカに戻りますけど、シフトノブの周りのねピアノブラックだけは何やってもね、ていうか拭けば拭くほど傷が入っていくんで、もうどうしようもなかったんですよね。なのでこの CX8 は特にねこのピアノブラックのパーツが多いですから、何かね傷がつきにくくなるような対策はしたいなといろいろ考えた結果、まあ、このガラスコーティングをやってみることにしたというわけですね。うん、こんなもんかな。あとは乾いて表面が固まってくれると、まあ多分ねしっかりコーティングされるのではなかろうかと。うわ、すべすべになったまあそりゃそうですよね。もう一回ぐらいね上塗り、あ、それとねここもやっておきたいんですよね。ここね、ここすごい傷つくんで、まだね買ってからテープ剥がしてなくて、なんとかしようとずっと思ってたんですけど、まあどうにもできずテープつけっぱにしてたので、今回ねこれも剥がしてガラスコーティングしたいと思います。じゃあ、ホコリがつかないように作業は手早く、よいしょ。手袋をしてくればよかったですね。もう多少ねプラスチック部分につくのはやむを得ない感じかな。よいしょ。まあ、もちろんねこういう傷を全く気にしないという人もいると思いますので、まあ、みんながみんなねこれがベストな方法ではないと思いますが、僕はねピアノブラック部分がね傷だらけになるのはあんまり好きじゃないので、まあ細かいってね言われそうですけど、綺麗に使えるんなら綺麗に使いたいと、まあそういう人です。で一応ね比較のために助手席は何もしないでおきます。助手席のこの部分は何もしないでずっと置いといて、まあ半年後とかねどんな違いがあるかっていうのをね少し比べてみたいと思います。こんな感じでシフトノブの周りと、あとはね運転席の窓の開けるねスイッチ、その周りのピアノブラックのパーツにガラスコーティングをしてみました。まあもう一回ねシフトノブ周りは厳重に厚塗りしたいと思います。その後のね状況なんですが、まあちょっとねガラスコーティングしてからしばらく乗ったんですけど、今んとこね傷みたいのはついてないように見えます。傷ねついてないように見えますね。こっちもねガラスコーティングやってあります。ちょっとねティッシュでこすってみますか、試しに。ここね傷ほとんどないんですけど、あ、やばいやばい、使
つくね。ダメだ、傷つく。ここほら傷ついちゃった。ちょっとティッシュで拭くだけでね、こんなになっちゃうんですよね。まあというわけでね、この内装のピアノブラックの部分にガラスコーティングしてみましたが、まああんまりね効果なさそうな感じがします。まあもちろん表面にね薄い膜は張ってるはずなので全く効果がないというわけではないと思いますが、まあこれでね完璧に傷が、擦り傷が防げるかというと、まあ防げないですね。うん、ちょっと試しにこれも擦ってみます。ここほぼ傷ないんどこの、ここね、ほぼ傷ないんですけど、あ、でもつかないかな。かなりね、ここ厚塗りしてるんで、あ、つかないね。うん、つかない。あの、何もコーティングしてないと、これ擦っただけでね、細かい傷いっぱい入るんですよ、ぬ乾いたティッシュって。だけどかなり厚塗りしてあればちょっとね擦ったぐらいだとほぼ傷は入らなそうな感じがします。どうだろう。あ、でもちょっと入ったな。あ、違うね、入んないね。うん、まあね、よく見るとねわずかに入ってる感じはするんですけど、それでもねかなり防げていると思います。まあほんのちょっとねここにちょっと見えない、肉眼じゃなきゃ見えないかもしれないんですが、わずかにね、ねえ細い傷が入りましたが、それぐらいですね。まあちょっとね傷つきにくくはなっていると思います。というわけでね、ピアノブラックの内装にガラスコーティングをしてみたという動画でした。まあ、やらないよりね、やった方が多分いいですね。わずかにですが、傷はつきにくくなっていると思います。それとね、ホコリがね、乗りにくくなりました。ツルツルスベスベになるので、ホコリとかがね、すぐ飛んじゃうんですよね。なので、まあ、傷つく原因になる粒子みたいなのも飛びやすくなっていると思いますから、まあ、傷はね、確実につきにくくなるので、まあ、気になる人はね、ここにガラスコーティングしてみるといいかもしれません。ただね、完璧に傷を防ごうと思うとやっぱりね、透明のフィルムみたいなのを貼らなきゃ無理ですよね。僕もね、一回ここにね、フィルム貼ろうと思ったんですけど、このね、シフトノブの穴とかを開けるのがすごく大変でね、この形状に切り取るのがね、かなり難しかったので、まあ専用のが出るまではね、多分無理でしょうね。なのでそれは諦めてガラスコーティングをして、まああとはね、極力傷つけないように気をつけていきたいと思います。乾いた布で拭くのもアウトですし、またホコリとかね、粒子みたいなのが傷つくような砂の粒子が乗った状態で何かで拭き取るというのもね、もうすぐ傷つくんで、拭くんであれば風で飛ばしてからという感じがいいと思います。それとね、こういうコーティングをしておくと、細かいホコリとか、まあ傷をつける原因になるものが飛びやすくなるので、それもおすすめじゃないでしょうかね。もちろんね、内装に限らず外装のピアノブラックパーツもガラスコーティングで多少ね傷を防げるかもしれません。なのでね、せっかくなので僕はここにもねガラスコーティング上塗りしておきました。外装はね、僕内装ほど気にならないので多少傷ついてもまあしょうがないかなと思っていますが、まあ一応ね綺麗に使うに越したことはないので、まあこの辺りもできるだけの対策はしておきたいと思います。まあ内装もね、あんまり神経質になってもしょうがないんですけど、まあ5年とか6年とか乗るとね、やっぱり細かい傷がこう積み重なってすごくボロボロになるんですね。なのでこうやってね、極力傷をつけないようにと気をつけて使うと、まあよりね綺麗な状態を長く維持できるかなと思います。もしね、これを見ている方でピアノブラック部分の傷を目立たなくする方法だとか、もしくはね傷を防止する方法、まあそのあたりをねご存知の方がいればね、コメントで教えていただければと思います。もうすでにピアノブラックの傷を消すためのケミカル剤だとか、傷をつきにくくするための方法についてコメントでね情報をいただいているので、それもね今後できる範囲で試していきたいと思ってます。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。